Hi guys, welcome back to my channel. 今日この動画では来年2022年に向けて新しくビジョンボードを作っていきたいと思います。 Girl, I take the hate and eat that shit for breakfast. Yeah, I like my eggs with a side of mad shit in you. 普通ねビジョンボードって自分のなんだろう達成したいゴールとか欲しいものとかモチベーションの上がる言葉とかそういうのをどんどんこう印刷してって一つのなんかこうコルクボードみたいな大きいボードにまあペタペタ貼り付けていくのがまあ本来のビジョンボードなんですけど、来年2022年の私のねビジョンボードちょっとコンセプトを書いてなんかちょっとここに画像を入れときますね。こういう感じで作っていこうかなと思います。はい、このコンセプトが最近ね英語でインスタとか YouTube 動画でよくあるなんか That Girl Routine みたいな、 なんかそれは自分の、持ちたい習慣とか達成したいゴールそういうのを持ってる人とか達成する人ってどういう人かなみたいなのを、まあ、考えて、でその That Girl その子の視点になってまあ、その子に自分がこうなりきってそういう習慣を作るとかそう生活するみたいな、 なんかそういうコンセプトでその That Girl コンセプトっていうのがすごくこういいなと思ったので、はい、今年はその That Girl コンセプトをベースに、このビジョンボード一人人をね選んでもらって、この人だったらこういう風な習慣を持ってる、こういう風なゴールに向かってこういうアクションを取るみたいな、なんかそういう感じでビジョンボードを作っていこうかなと思います。はい、というわけで早速ビジョンボードを作っていきたいと思います。で今回はまあ主に3つステップがあるかなと思ってて、まず1個目が、まあ当たり前なんですけど自分のゴールとかビジョンを明確にしていって、で2つ目に、その That Girl その人の画像を選んでいきます。で最後にその画像と自分が書き出したゴールを組み合わせてでデザインしていく感じです。はい、まず最初のステップは自分のねゴールを書き出したりとか習慣にしたいこと、まあ、行きたい場所欲しいものとかをとりあえずなんかこう数制限なく、まあ、ジャーナルか紙かなんかにゴワーって書き出してもらって、で本当に2022年こうフォーカスしたいものっていうのに、まあ、こう印をつけていってください。私のこの2022年の、まあ、ゴールとか習慣にしたいことをとりあえずひたすらバーって書き出してみました。でなんかこう人をねイメージしながら書いたので、まずそのパーソナリティ、この子は継続力があってなんか聞き上手で面白くてチルでみたいなそういう性格を書き出して、であとはなんかこう体の健康のことですね。例えば朝動く習慣があるとか、でその他には仕事ですね、こういう仕事の仕方をしてて、でなんかこうどういう収入の得方をしててみたいな、そこまで結構詳しくね書き出しました。であとはお金の使い方とかお金に関することでどういうお金の使い方をしてるとか、あと趣味ホビーは例えば休みの日はこういう過ごし方をしてるとかこういう趣味を持ってるとかそういうのも書き出して、で来年2022年私もうちょっとこう旅行したいなと思ったので、旅行でね行きたい場所っていうのもいくつかピックアップして書き出しました。はい、でこの中からね自分がこうフォーカスしたいことっていうのを次画像を選んでからその画像の中にプチ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 って、タイピングして、入力していきます。次は画像をね選んでいきます。ビジョンボードの、まあ、ベースとなる、一人の人が載った画像ですね。でこの画像選びについては普通に Google で検索してもらって自分の好きな、なんだろう、モデルさんだったり俳優さんだったり、まあ、そういうのでも全然いいし、普通にPinterest に行ってなんか自分がこう可愛いなとかおしゃれだなと思う人の画像を選んでもいいし、私は今回自分のねこの YouTube の著作権の問題があると思うので、自分の画像をね、そう自分が写ってる画像を使っていきたいと思います。で画像選びのコツは文字をね入力していくので、できるだけこう背景がシンプルなものとか何もないものが選ぶのをすごいおすすめします。次にこの画像の中にどんどんさっき書き出した自分のゴールとかっていうのを入れ込んでいきます。で使うツールは実際何でもいいです。別に自分の携帯とかタブレットに入ってる画像編集ツールでもいいし、パソコンにあるパワーポイントとかワードとか、私は今回ね普段デザインの仕事で使ってる Adobe XD っていうね、ツールを使ってデザインしていこうかなと思います。
今から、この自分が選んだ1枚の画像の中にさっき書き出したねゴールを、追加入れていこうかなと思います。で、まず最初に私はパーソナリティっていうのをカテゴリーの一つで書き出したので、まず最初ここにパーソナリティで入れます。で、あのフォントはね何でもいいかなと思います。私はこのね自分がよく使うお気に入りのあのフォントを使って今からデザインしていきます。パーソナリティをまず1個目に、ちょっと分かりやすくカテゴリーにこの箱をつけてあげようかな。はい、一旦ねとりあえずガーってゴールを書き出したら、次はねデザインの方を整えていきます。例えばなんかこう文字が見にくいところは色を変えてあげたりとか、文字を大きくしてあげたりとか、ね、選ぶフォントをなんかちょっと自由に変えてみたりとか、そういう感じであの皆さんが可愛いなとか自分がこう見返していいなって思うようなデザインをあのここからブラッシュアップしてってください。はい、私の方はね一旦これでデザインいいかなと思って落ち着きました。また後で変えるかもしれんけど。で、まあ、ゴールの他にちょっとなんか雑誌っぽくあのタイトル入れてみました。 Hello 2022's New Me みたいな感じでちょっとタイトル入れてあげて、で、今これ A4 サイズなんですけど、これをあの例えば iPhone のサイズとか、自分が iPhone 持ってたら iPhone の壁紙のサイズにして作ったりとかタブレットにしたりとかしてもいいかなと思ったので、私あの今 iPhone を持ってるので、この iPhone の壁紙のね形に合わせてこの今作ったビジョンボードっていうのをちょっとこうサイズを、はい、あの調節していこうかなと思います。はい、こういう感じで自分が作ったビジョンボードを携帯の壁紙にしたりとか、あとは私はいつもね仕事でノーションを使うんですけど、自分のノーションページに、こういう感じであの貼り付けてもいいかなと思います。はい、というわけで、動画をここまで見てくださってありがとうございます。で、今回はねすごいなんて言うんだろう、こうシンプル で自分にとって分かりやすいビジョンボードができたかなと思うので、結構ね気に入ってます。はい、でもし皆さんがこの動画を見てくださって、でビジョンボード作ったよっていう人がいたら、ぜひあのインスタかなんかでタグ付けもしくは教えてください。私もみんながね作ったビジョンボードどんなのかなってちょっとね気になるので、はい、よろしくお願いいたします。というわけで、まあ、2021年も、まあ、動画をね発信してきたんですけど、ぼちぼち、はい、ここまで見てくださって、ありがとうございます。来年はねあの今ここメキシコで生活してる動画とかもそうだけど、結構デザイン系の動画を上げてほしいっていう声をいただいてるので、はい、あの普段私がデザインの仕事しててそういう、こうデザイン系の動画もねどんどん上げていきたいなとは思ってます。はい、なのでそういうわけで、なのでそういうわけで、はい、今日もここまで動画を見てくださって本当に本当に、ありがとうございました。また来年も、このチャンネルをね、よろしくお願いいたします。それでは皆さん良いお年を。バーイ。